はい、こんにちは。今日は前にこのサッパ TV で猫の巣っていうたくさんの猫に会えるスポットを紹介した動画をアップしたんですけど、その動画を見てどうしてもそこに案内してほしいっていう猫のプロの人なのかな、自称トップブリーダーっていう方から連絡がありまして、今回は猫のプロと一緒に猫の巣に行って全ての猫と仲良くなる方法を教えてくださるということなので一緒に撮影することになりました。それでは指定された待ち合わせ場所に行ってみましょう。待ち合わせ場所はここら辺って聞いてるんですけど、人がいる様子はないですね。いないぞ。どこ行った？ちょっと指定された場所にはいないみたいなので、ちょっと周りを探してみましょう。ここってラブホ街なんですよね。こう見渡すとラブホばっかで、なんでこんなところに待ち合わせ指定したんでしょうかね。あれ、あそこに人がいる。ちょろだ、これでどうやって髪洗いっちゅうんじゃいって思ったよ。ほんとに、太い。終わり。ちょっと待って、楽天のくじやってるから。なんで今楽天のくじやってるの？暇だったからやってたの。10時って言ったのに15分。太いぞ、これほんとに。待ち合わせの時間に遅れたので怒ってるみたいですけど、この方が連絡をくださった猫のプロの方です。猫を愛して30年、猫と会話ができるそうです。猫が大好きで猫の巣にいる猫たちと早く会ってみたいと言ってますね。年齢職業は非公開、顔はサングラスとマスクで撮影許可をいただきました。何、猫について語るについて。猫の愛について語って、猫がどうしてですか？まあそうですね、猫っていうのはあれですよね、まあ人間のペットってね言われるものとはちょっと違った感じで、人間と対等にね付き合っていける生物なのかなと。まあ機嫌が悪かったらね、普通に懐かないですし。猫の思い出ないの？まあ猫の思い出なんですけど、 あんま動かなくていいからね。はい、まあ猫の思い出なんですけど、まあ寒い日にですね、まあ私寝てたわけですね。中学生くらいでしたね、あの時は。まあ寒かった、まあ寒い日に、まあ猫が、まあ、自分の寝床まで来て、このマフラーみたいになってね、まあ、温めてくれるんですよ。まあ基本的に懐かない、まあ、生物なんで、まあ生物なんですけどね、まあそういうこともあってね、だから猫をやめられない、まあ、もしかしてインタビューしない方が良かったかな。はい、続いては猫に会う前に猫のプロがおもちゃとか餌を買いたいということなので、こちらのダイソーに来てみます。まあこれモフモフサンダー、これももうこんなの買っちゃった日にはもう懐いちゃってしょうがないですね。え、今日絶対猫を喜ばせる自信ある？いやそうだね、うん、まあ大丈夫だね。そうそう、説得力ないな。説得力あるのさ、結局ね、自分のねその気持ちを行動にして相手に伝える言葉の壁ってあるじゃない。それをいかに乗り越えられるかっていうのが、このトップブリーダーとしての私のこのポリシーですよね。まあ余談ではあるんだけど、これ爪研ぎさん、うん、これ爪研ぎさんね、もう喜んじゃってね、あっという間にね、
粉になっちゃう。これマトタビ、このマトタビ付属品のこれをね餌に塗るとねゴロゴロいってね、もうフランフランになるんですけどね。なるほど。品ぞろえ薄いな。いや困っちゃったな。え、何、もっと描いてたものと違った。ここしかないじゃん、だってスペース。あ、こういうのは別に。あ、これちょっと買っててみようかね。喜ぶ。祭り竿につければつけられて。ああ、まあ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 。でこれ買って、でこれ、この2つ。あ、それだけでいいの。うん、まあ、プロはだから無駄なことしねえから。まあ任せてもらう。え、それは猫の餌。まあ黙って見てるわ。分かった。これ100円。そう、ああ、え、それは猫にあげるの。猫に酒飲ますの。そうだね、うん、そうなのか。健康にいいんでね、アルコールってのは、微量であれば。え、これまず100円。え、そうじゃないの。嘘、ちょっと聞いてみるか。冷えてんだったら買うか。え、マジで買うの。え、でも猫関係なく、猫関係なく買うの。え、500円だって。あ、なんや、100円じゃないんだ。さすがに100円って。え、ちょっと、ちょっと買ったものでも見ます。あ、じゃあちょっと見せてください。それをどうやって使うか説明してくださいよ。あ、これね、まずね、これ、うん、モフモフサンダーですね。こうやる、うん、動かし方に特徴がある、うん、猫の気持ちになる、うん、すると猫に寄ってくる、うん、分かります。ちょっと、うん、それ普通じゃないですか。いや、だから普通の使い方じゃないですか。普通の人はこれ。なんだろうね、なんだろうね、こんな感じ。まあ、もぐもぐさんだね。なるほど。まあ、じゃあ、至って普通ってことですね。次、これ。これ、何ですか？ネズミさん。ネズミさん。うん。まあ、うちの猫もそうなんですけどね。ネズミね、取ってくるんですよ。好きなんですよ。はい、次。へえ。よっちゃんいいか。それは。ね、本当はあんまくれちゃいけないって言われてるんですけど。うん、まあ微量であれば、私みたいなプロだったら致死量とかわかるから。それくれちゃいけないの、なんで。まあお腹の中で膨らむだの、耳が遠くなるだの。耳が遠くなる。まあ都市伝説の。よっちゃんがあげると耳が遠くなるの。あ、そう。初めて聞いた。はい、次。あ、そんなにがあったの。何それ。これ焼き芋。干し焼き芋。それも猫が食べるの。いや、これ俺が。お前が食べるの。これほら好きなんだ。昨日の昼から何も食ってないからね。あ、それは猫と関係ないんだ。じゃあ次が、もちろん、猫のトップブリーダーになったらペットショップの猫とも心を通わせることは可能ですか。ああ、まあ喋れるレベルだよね、うん、どう。猫おらんや。猫おらんや。猫いるでしょ。あ、猫いる、猫いる、ほら。猫いる。そうだね、そう。あ、いるじゃん、猫。ちょっと猫のモフモフさんだ。あ、そこでやるんだ、猫。どんだけ威力あるの。うん、どんだけ威力あるか、まずペットだから。あの、全然見てないけど。全然猫見てないけど、大丈夫。こうやってね。お水を飲んでる時に邪魔をする、うん、嫌われるんですよ、うん、これが。あ、そう、今やってたんじゃないですか。健康な気持ちにならないと。全然見てないけど。なんだろうな、どこから見てる。あ、欲しい、欲しい。で、これね、私クラスになると分かるんですよね。これメスですね。あ、これ、まずこれ。これすごいよ。あ、チャンチュール、チャオチュール、うん、チャオチュール。ああ、これね、これはねすごいんだよ本当に。あ、これ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 、ほらパッケージ見て、うん、金色、他は普通の色、うん、全然違う。あ、パッケージ関係ないんじゃないの、うん、味は。だからこれだけほら高級感が出てる、うん、うん、全然食い方が違う、うん、なるほど。まああなただったらどれを選ぶかって話、うん、このモンプチセレクト、うん、まあ、何種類、これちょっと選んでみてください、どれがいいのか、うん、やっぱここは鰹節じゃないですか。
これ。15歳って書いてあるでしょ。ね、うん、ね、この野良猫ちゃん、うん、食べてもらうからには、え、これです。なぜかわかります？期間限定特別なパッケージ、うん、まあそれにつられて買うだけなんですけどね。それ同じようなのさっき買ったんじゃないの？違う、え、こっちの方が遊ぶ、もう圧倒的には遊ぶ。あ、これまたたび、あ、これね、あ、これ来ちゃった。もうついにやりすぎのカメラがここまで来たのかっていうレベルでこれはもう効く、うん、で1個買ってきましょう。1個買ってくるな、買ってくるんですね。どうしたの、どうしたの？ちょっと今好きなんですよね。あ、好きなの？これ好きなの？猫とか、まあ行きたい月も自分あるんだけどね、うん、これも好きだから。これやりたい、やりたいかな。猫やめてこれやるっていうこともある。ちょっと考えてみよう。ゲームをするときは確かに、あの商品の説明は、ああ、ただこれ猫缶、安定的、うん、安いので1本なのは、うん、量がある、いっぱい食べれば猫喜ぶ、まあそんな感じです。はい、次、まあ、安定的なこういうチャオチュール、日本海産カニ、金ラベル、もう食い方が違うよね、うん、モンプチペットドライタイプ、うん、なんでこれなのか、なんでこれなのか、この期間限定ってところに惹かれて買っただけ。ふわふわさんですね。なんでこれなのか、さっきも似たようなの買ったよね。こう遊ぶ距離近いですよね、より仲良くなれる、だからこれをチョイスした。はい、次、また旅、まあ、これはまあね、動画見てもらってね、威力のね納得するところだと思うんでね、まあこれはまあ動画を見ていただきくださいと。で、これブラックさん、なんで買ったのか、これを、これも見てればわかる。今な、はい、買い物が終わったので猫の巣へ移動します。猫のプロは猫と仲良くなれるのでしょうか。猫缶が転がってった。ただですら美味しい。さっきまで懐かったかったこの子たちが、食べたい、猫缶食べたい、開けます、うん、これ一個で十分、すでに食ってるけど。持って帰った、まさか遊びに行くので持って帰っちゃった。ちょっと開けてみましょう。食べてみた。